どうも、ヨンフォーです。FIFA23。さて、今回も顔を作る編やっていきたいと思います。さて、今回はちょっとね、またコメントでいただきました。選手をね、作ってみました。クリロナじゃないですか、これ。クリロナでしょ、どう見ても。これはね、かなりよくできたんじゃないかなと、自分でも思います。って言っても、まあね、若干、本当はこうしたいのにな、みたいなとこもあるんだけど、まあね、ただ、今作ってみた感じだとこんなもんかなという感じです。ということでちょっとね紹介していきましょう。まず顔、これはねいつも通り上から1番目左から2番目こちらを選びましょう。まあ本当はねどれでも多分ね作れると思うんだけど、一応ねこれが一番作りやすいって感じかな。スタンダードズラ。次肌、本当はねちょっと黒めにしたいんだけど、ポルトガル人ってちょっと黒いじゃんって思ったんだけど、微妙にね納得するやつがないっていうか、まあいいんだよこれでも、若干顔つき変わってくるでしょ。でもってなるとこれの方がね似てるんだよね。老け具合も今っぽいし、これが顔的にはこれが一番似てるって感じです。上から3番目左から2番目一番ね薄い肌のこれです。次眉毛、眉毛はもうこれだね、これ一択。もうちょっと本当はね、ぶっとくて濃くて長いんだけど、まあ、これが限界です。調整、位置と間隔。これはまあ、下目、近目。まあ、この辺はね、この辺ならどこでもいいと思います。一応この辺。で、高さと角度。これはね、眉間の方を下に下げるので、一番右の方のね、この辺。で、高さがちょっとね、やっぱ彫りがありますんで、ちょっと高めにしてます。次目はクリロナはやっぱ垂れ目なんでね、垂れ目っぽいのを選びます。これかこれ迷ったんだけど、ちょっとこれ垂れすぎでしょ、なんでこっちにしました。上から2番目左から1番目調整、位置と大きさ、これはもう大きい。そしてちょっと上目で、高さとまぶたはマックス左上ですね。彫りは深いんだけど、目はね結構前目にあるんで、もうちょっと温度は前にあるかなって感じですけど。次鼻、鼻もね、これが一番いいかなと思います。上から1番目左から4番目調整、位置と大きさ、ちょっと大きめ下目、まあ、この辺ならだいたいいと思います。そして高さと鼻筋は意外とね低いんですよ。あの目のとこはねもうちょい低いんだけど、まあこんなもんかな。で鼻筋がちょっと太いんでちょっと大きめ。次口、口はですねクリロナは結構ね唇薄いんで、まあ本当は普通なんだけどね、結構ね笑ってることが多いんでクリロナって、笑うとねすんっごい歯が出てね、しっとい歯が出て唇がすんっごい薄くなるんだ、まあこのイメージかなって感じです。上から2番目左から3番目調整、口の大きさ、これは小さめです。で唇の厚さもマックスで小さい、この一番下ですね、一番下にして唇の幅はこの辺小さめ。そして位置と高さ、これはねあんまりいじってないです。微妙に低いと上にしてます。はい、次輪郭、これもねちょっといろいろ作ってみたんですが、クリロナって結構顔がね四角いんですよね。四角くて骨骨しい感じなんでこれにしました。上から2番目左から4番目調整、頬ね、頬は、低めそして大きめ、骨がね結構ゴツゴツしてる、そういう感じです。でエラはこれデフォルトがね結構エラゴツいんで、それ無理やりね薄めと上目にして調整してます。これマックス左上です。でふくよかさもねだいぶ下げました。ふくよかさを下げないとこのゴツゴツしい感じがね出ないんで、はい、だいぶ少なめにしてます。次顎、顎はいろいろ見た結果これかなって感じです。上から1番目左から2番目そしてサイズ、小さめ、幅の広さがね真ん中くらいでいいですね。左右は顎の広さなんで、
真ん中ぐらいです。そして高さとふくよかさは低め小さめです。顎ね、顎は低め、低めって言ってもこんくらいだからね。でふくよかさは小さめと。次耳、耳はまあ形的にこれだったんでこれを選びました。上から2番目、左から2番目、若干調整しました。これもジャクリラの耳を見て微調整しました。まあ、こんな感じですね。これはそこまで重要じゃないかなと思ってます。次髪、まあ、髪がね今ねなんかチリチリパーマみたいになってるんだけど、まあね似たようなやつがないんでちょっと前のね髪型っぽいやつを選んでます。 OK、 まあそんな感じですかね。ヒゲはなしです。はい、ってことで結構いいんじゃないかなと個人的には思ってますけど、どうでしょうか。クリオナね多分アルナスルか中東系のねチームないんで多分移籍してなくなっちゃったんでしょうね。ちょっとその辺は確認したいんですけど、作ってほしいという声があったってことはクリオナがなくなっちゃってるっていうことだと思うんで、本当に本当はいるとかじゃない、大丈夫、まあいいや。まあそんな感じで参考にしてみてください。まあ、これができればちょっとね昔のクリロナの髪型とかねにしてみてもいいし、どんな感じこんな感じとかね、万有時代のちょっと若きクリロナみたいなねのも作ってみてもいいしね。なんかこんな感じの時もあったよね、ドレッドではないかパーマみたいなねあったよね。まあ、そんなことして試せたりもできるんでいいんじゃないでしょうか。はい、ってことで参考にしてみてもらえたらと思います。はい、ではクリロナの作り方でした。ありがとうございました。ほうでした。